そのこと、仲間が襲われるとき、あなたはどうする？賢いさ。では、一つ才能を与えられるとすれば、何を望む？承知した。あなたは正義のために戦い、友情のために戦い、そしてその誓い、魂、このような姿で生まれるが構わぬか？魔術の力、見てみたい？支援なら私に任せて。仲間を傷つける奴は絶闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。魔術の力、見てみたい？支援なら私に任せて。自然の恵みを、すべての命に。魔術の力、見てみたい？豪華で全てを焼き尽くす。支援なら私に任せて。どうしたの、イーシャ？お、姉様。なんだか、風がざわめいた気がして。風が？気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。まだ。深い眠りの中、箱はもうすぐぼ。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。このまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。当たって当たって当たって。おう、やめるんだ。だが箱の力を、箱がボス。さあ行け行け。ひざまずけ。どいて。ひざまずけ。口ほどにもない。遠くない未来、よかった。怪我はだ。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得。どうやら、うん、そう。気をつけろ。ブロンズ級のホワイトシーラムだ。気がするよ。テイヤー、切り開け。それ当たって。テイヤー。新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここから。新しく獲得したソウルカードをタップしてください。ソウルカードを装備しましょう。ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。赤い髪のエレシア人、すぐに姉様に教えなきゃ。
10年が過ぎた今、ごめんなさい。これオルハはゼーメの心境に霊力。オルハのあの様子、森に魔獣。行け行け、えい風よ。それいた、近づかないで。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。どいて。すみません。ああ、いつか。そうだ、それなら。アルマ様、あなたは この先はどうも。クバルさん、おる。その母と父は確かあの日意識が朦朧としている。ここをタップして。父さんがエレシア人の町で。ごめんなさいね。今日は食べ物を持っていないの。マグ、平気。毛を少しだけちょうだい。安心して、痛みはないから。これから、レダゾ、これでま、この術の効果は、しばらくの間しか持ちません。風見の丘へ。このピッカードたち、動きが妙。うん。無害なピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果。アドルス、新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここから確認できます。シルバー級以上の敵だな。注意しよう。ソウルスキルを使用して連鎖シールドを獲得できます。どいて。なんとか倒せましたね。強敵に挑んで君の実力。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。この条件も達成しましたね。称号ランクアップ、また強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、どうかレダ族のゆ、よかった。すごい、
シルバー級の魔獣を倒すなんて。オルハは王都の反…レダ族の皆さん、ゼーメの…なんだ、祈りの泉で何かが起こったのか。わかります。とにかく、外…スキルシステムが解放され、戦闘の前にレベルアップさせるスキルを選択。ここをタップして新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。今村の何がそのあれ、どこへ。族長たちが出かけていったようだけど、もしかしてイーシャは。いずれにせよ、魔獣の群れに。この魔獣の大群、何が起きた。赤髪の冒険か。私の祈りをどいて。しっかり、大丈夫ですか。これくらいの怪我、やはり俺の力ではかなわない。どいて。オードダメだ。こいつ手強いぞ。行け。いやー、おりゃー、どいて。竜巻が来るよ。当たって、行け行け。てぃやー、行け。へい、行け。大いなる自然よ、我らに癒したまえ。行け。へい、切り開け。竜巻が来るよ。それ、大丈夫。これぐらい平気。よかった。私アドル、ここに。一つ目のか、アルマ様の声が聞こえたのですか。いや、感謝せろアルマ。まさか。お姉ちゃん、これぜひ受け取ってね。Thank you.
Thank you.